はい、どうも大輔です。焼きうどんを作っていくということでね、まずはいレンジでチンします。うどん、冷凍のうどんなんですけれどもね、これをねどのぐらいチンするかっていうと、まあ500ワットで3分半ですね。3分半、3分30秒で温めスタートします。はい、でこれね3分間ずっとこうやって見てるわけにもいかないし、早送りするのもまあ面倒いんで、まあカットしますか。もう3分後の未来へすっ飛ばしましょう。うん、えい、これでね10秒前になりましたね。5、4、3ということでね、さあどうでしょうか。はい、どうなってるかな。うん、ちょうどよかったですこれ。はい、でフライパンにですねオリーブオイルを入れまして、たっぷり入れます。これたっぷり入れるんですよ私。うん、まあ、かなり炒めるものがね量が多いんでね、最初はちょっと脂っこくなるかなと思われると思うんですけど、たっぷり入れて、まあ、まず肉から入れます。この肉はね焼肉用の肉なんでね、分厚いですね。分厚い方がやっぱ歯ごたえいいんで、こういう肉を使ったりしますね。まあバラ肉が一番合うんでしょうけれども。でまあ胡椒を、まあ、私ちょっと割と多めに入れるタイプなんで、はい、胡椒入れて、まあこれ肉だけで食べるんだったらあの胡椒の量は多いですけどね、その後野菜とかも入りますんで、はい、でその野菜たっぷり、まあキャベツだけです今回。まあ、玉ねぎとかねもやしとか入れても美味しいんですけどね、今回キャベツだけ入れまして、で、これをかき混ぜるんですけど、最初ね、これ、もうパンパンですからね、すごいかき混ぜるのめんどくさいんですけど、豪快にやるとすぐ落ちちゃうんでね。で、最後にうどんを入れますね。具の最後はうどんです。で、麺つゆ入れます。これストレートですかね。ストレートの麺つゆを、割とね、これもね、多めというか、1周、2周ぐらいですかね。うん。で、味ぽん、これはね、お好みですね。入れなくてもいいです。ちょびっと、私味ぽんの味好きなんで、ちょっと隠し味として入れるというか。でこれもうひたすらかき混ぜますね。もうすごいかき混ぜますこれ。これものすごい時間、あ、これもねカットしました。もう5分以上の部分カットしてますね。でこれねすごいんですよ、もう汁がなくなるぐらいかき混ぜて、かき混ぜてかき混ぜて、うん、はい、もうこれご覧ください。もう汁が垂れてこないでしょ。もう全部蒸発&具に、はい、染み込んだって感じでね、これはもう見るからに美味しそうですよね。完成です。かつお節と刻みのりをかけて、とても美味しそうな焼きうどんができました。どうも大輔です。至高のメニュー、至高の焼きうどんということでね作りました。はい、これ出来上がった後は鰹節と刻み海苔を入れたんですけど、その入れるシーンなかったですよね。入れた後でしたよね。入れるシーン、録画ボタン押してると思ったら押してなかったっす。痛恨の極みですね。あれまぶしてる動画いるでしょう。はい、まぶしたのはですね、花がつお格安刻み海苔ですね。はい、これで100円ですよ。うん、じゃあ早速いただきましょう。あとね足りないもん1個ありました。これに紅生姜入れたら美味しいかなと思って、はい、うん、でこのね刻み海苔入れたらいいよってね、視聴者さん、とある視聴者さんに教えていただきまして、ちょっと初めて焼きうどんの時刻み海苔入れたことないんで、いただきます。
めちゃくちゃうまいですね。何これ、店出せるレベルですよ。うまっ。刻み海苔もいいですね。なんですか、いいです。うん、おいしい。でもう一つ入れたやつ何かっていうと紅生姜ですね。焼きそばに紅生姜って合うじゃないですか。だから焼きうどんにも紅生姜入れたら美味しいですよね。でもないんですよ。いや、この前もね、焼きうどん作って、あ、久々に焼きうどん作ってうまかったなと思ったら、その肉なかったんでね、今回肉ありますから。うん、もうこのボリューミーなね、焼肉用の肉ですからね、最高に美味しいですね。これあれだな、青のりもあったらいいかもしれないですね。刻み海苔と青のりダブルで。青のり今ないんですね。美味しいな、止まんないですよこれ。お酒も飲みたいですね。お酒ちょっといっちゃいます、やめとくか。今日これからちょっと漫画をねすごい頑張りたいんで、酔った状態で漫画描けなくはないですけど、眠くなったら大変なんで。うん、一つ欠点があるとしたら、ちょっと濃かったかな。水少し入れた方が良かったかもしれないですね。あのストレートのめんつゆ入れたんでね、まあストレートなんでそんなにね水で薄めなくてもいいかなと思ったんですけど、ちょっとかけすぎたのかな。でも美味しいです。濃いのが好きな人もたまんないと思いますよ。あと一つ欲を言えば、ちょっと欲が多いですね、この麺ですね。もっと焦がしたかったですね。うん、焼きうどんですよ。もう焦げが出るぐらいもう焼く、まあ、汁がなくなるまで炒めるのはもう決めてたんですけど、もうさらに上を行く焦がしですよね。焦がし焼きラーメン、これはもっとさらにうまいですよ。ただし時間配分間違えたり、ちょっとぼーっとしてる間に焦げたりするんで、汁がなくなったらもう常にかき混ぜながら焦げをつけるっていうのがいいですね。じゃああとは動画を見ながらゆっくり食べたいと思います。これねめちゃくちゃ簡単なんで、ぜひ皆さん作ってみてください。まあこの量で100円しないんじゃないですか。うん、まあキャベツまあまあ入れましたけど、キャベツまあ最近ちょっと高いんかな、一玉200円ぐらいですか。で4分の1玉も使ってないんで、まあ、50円で、うどんはもう50円ぐらいでしょ。で他はもうね、あ、肉は肉があるわ、200円ぐらいですかね。はい、肉の量考えたら、うん、200円ぐらいですね。はい、豚肉っす。うん、牛肉使ったらもっと美味しいかもしれないですね。はい、そんなことでね、至高の焼きうどん作りました。これまた定期的に作っていこうと思います。はい、こうやったらもっと美味しくなるよっていうアドバイスあったらよろしくお願いします。刻みのり最高でした。ありがとうございました。